さあ、浜田織江選手はダーツ&イコイバースイングアームス、大分のお店なんですけどね、そちらでカウントアップをして予選をして、スイングアームス、それとマックス沖縄那覇、押田明選手はマックス沖縄那覇からの参戦ということで、それでですね、まあ、ニュースとしてはまあ、どのタイミングかはまだはっきりしませんが、この予選の方法を変えます。今までカウントアップだったんですけど、カウントアップがね、やはり皆さん良くなってるのと、その点取りもだいぶ良くなってるので、もうこれからの課題はというと、ダブルとアレンジ、この2本で、今後ね、予選これを練習できるような、予選メニューを作っていきたいと思います。それとですね、それと先に言ったんですけど、 D ツアーの方なんですけど、来年もねやります。希望が多かった、やっぱりこうオンラインも全然の希望も多かったということで、はい、試合数はね減りますけどね、リアルが できますので。さあ、ミドルベストオブ5の大城あかり選手先行のミドル。さあ、決勝はいつものようにこの画面でいきます。ドドン、浜田織江選手先行のゲームスタートです。さあ、画面は1画面で切り替え方式になります。決勝戦のみですけどね。今日点取りいいですよね、浜田選手。62、1本絡めてくる感じで投げてきます。さあ、そして大城あかり選手、大城あかり選手はもういつものごとくですね、いつものごとく見事な点取り、60の絡み方ですよね、さすがです。さあ、大内真由美選手との対戦でもちょこちょこ出だしていたこの横ずれが気になります。浜田織選手416から85点取って331残り、395残り、ここも横ずれですね。392から387から367残り、331残り、大城あかり311から35取って40取っての291、お互いゆっくりめなスタートですね。どちらかが唇を切るのか。ここにつけると狙いにくいのか、浜田織江、いやー、カバーしてきます。ナイスアレンジ、267取ってきました。ナイスアレンジですね。さあ、スイッチして46、265ですね。267、浜田織江。さあ、ここはオール20で100取って167っていう数字作りたいんですが、これ5をずらしたらダメですね。さあ、222残り、245残り、大城あかり60からで185残り、そして125から、きたー、 B クラン、いや、すごい破壊力。
222から、さあ117から、197からで60絡めたいですね。絡まず177、上がり目出せず65残り。ブルー15、33、11トリプルですね。さあこれで、54から14、そして20ダブル。65はね、散々もあるんでね、一回皆さん使われてみたら面白いと思いますよ。さあ157から、60捉えて97、19ですね。ここですよね、数字が発見できないから。あ、17投げて2に入る、こういうのがもったいないですね。数字をまず発見しないとダメですね。暗算ですね。さあこれ狙いにくいですね。横、もうちょっと横行ってほしかったですけどね、移動で。そうですよね、こうなりますよね。もうちょっと右サイドに数十センチぐらい動いてほしい。そのサイドから投げる感じ。19から、うん、これ19で20に戻る。そして75残り、どうするんでしょうね。17トリプル絡めば24残り、ナイスアレンジ。さあ内に入れての15残り、7アレンジからの8ダブル、あ、4ダブルがいいと思います。さあね、大城選手ダブルやっぱ少し合わないですよね。さあ浜田選手3本で仕留めたい、12ダブル。いいですね、ここフライト当てたら入りますよ。これフライトに当たってないですね。さあこれで大城赤井選手2ダブル。おっと、あー、さあ嫌な数字ですよね。12からの6ダブル、12ダブルからの6ダブル、内に入れると3ダブルですかね。いやでもこれ攻めていかないと、いや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 攻めてない。さあ大城あかり選手1ダブル。あー、ちょっと内向いてるな。うん、そうですよね、内側にちょっと倒れてるので、これはフライトにぶつけても入らないので、やっぱりこう左サイドですよね。20ダブル寄りのところを狙わないといけなかったですよね。今これいいとこじゃないですか、これ思い切ってあの内側バシッと当てればサクッと入りますよ。あらら、あ、今良かったんですけどね、決まらず。
この辺で決めてくるでしょう、大塩選手。あーっと、まあ序盤決勝戦のねファンレッグ目なんでお互いプレッシャーかかってるんでしょうけど、さあいい加減ねここは決めないといけない。これいいとこじゃないですか、当たれば入る。うわー、下ここも決まらず。さあ1ダブル、いいんじゃないですかここちょうどいい塩梅。さあやっぱそうだ、やっぱよかった。今のねあのほんとちょっとでも的がちょっと離れてるんですけど、いいほんといい位置に1投目刺さってましたね。触れば寄るっていう感じですよね。さあまずはこれ浜田選手ね、あのここまでダブル引っ張っちゃうと少し気持ちがね、少しプレッシャーになるんでしょうけど、さあしっかり100取ってきます。いいとこですね、もう一本入ってくるんじゃないですかこれ。 100を取って100で返す。あ、いい感じの腕の使い方しますね大城選手。もうちょっとほぼ完璧な腕の使い方しますね、点取りの時は。20ラインで点取るところ時はもう完璧ですね、ほぼほぼ大城選手の点取りは。あっと、いいですよね本当に力抜けてて。さあこれ60入ってますよね、来ました。375、100取って275って数字欲しいですね。さあ81取っての294、200から180。さあここで160というねナイスアレンジ、294残り、トリプルから234から切った、274から、おー、ここでトミー80すごいナイスナイススタッキング、うまいですよねスタッキングしっかり。さあ80取って80残り、もう一本きたー、すごい点取りはちょっと大城選手すごいですね、腕の使い方が完璧です。ん、19回いくんですね。で3に入ってで111から9117きた、あー、ここもしっかりカバーしてきます。さあ大塩選手ダブルが決まってない、大塩選手、あ、1投目から、あ、これすごいですね、1投目でこれで
大城選手がブレイクからの16打席キープ。さあ浜田選手、ここを先行どうにかしないとダメですね。うん、いいところに2投つけて3投目もう狙えてますね。ナイスキープ。441から60やってますね。さあマイチングあかり先生からの切り返し、反転してのちょっと複合バージョンみたいな、ちょっと変わった動きしましたね今ね。さあこれ堀江選手がね来た、60来ての360から340、そして20ライン完璧ですね。100取って320400残り。あっとこれは399から26。さあ大城選手ね、20の安定感は抜群なんで、こうなると楽になりますね。もう60狙わなくていいですもんね。なんか大城選手動きがいろんな動きになるんですね、スティールダーツだと。ソフトでもあんな感じで売るねえ、あんな感じなんですかね。最近ちょっとソフト見てないんで。265、これ19いってほしいですね。19オール19。60から205からの185 18。18いってください。癖つけてください。いや、なんでね僕こんなこと言ってるのかって言ったらこの間ウーマンシリーズ見てたんですけど、ほとんどみんなできてますね、この辺のアレンジは。あーナイスアレンジだ。20からの19で105を取っての16、ナイスアレンジ。140で114。さあまだわからない、何があるかわからない。16ダブル、優勝への16ダブル、内からの8ダブル。あっと、さあ114残り。さあ20、18、19からいくんですね。まあそれでもでもう一本ですよね。はい、そして38取って、6076残り。さあ決まりました。大城選手見事優勝です。